神山です。3月10日頃からドル円は115円程度から123円程度まで急激にドル高円安になっています。このドル高はまだ不確かな先々の期待を織り込んでいるもので、場合によっては今後市場の動きがやや大きくなるかもしれません。まずドル高の一番大きな理由は日米中央銀行の政策の違いです。3月に入りアメリカの FRB は政策金利引き上げとこれからの引き上げの加速の可能性を示しました。ところが日銀は今回政策を変えないだけでなく今後も緩和姿勢が続く可能性が高いことを示しました。つまり金利の高いドル預金の方が低金利の円預金よりも有利と考えられ、多くの投資家は円を売ってドルを買いドル預金をすれば良いと思っているようです。次にアメリカの長期金利が高くなったことで分かるように、投資家は今後のアメリカ経済がコロナ禍対策の財政出動で消費者はお金を持っているので消費需要が強く、インフレの中でも経済が成長する可能性が高まってきたと考え始めました。このまま順調にいけば FRB は 2% のインフレ目標を達成するリーマンショック前の経済に戻れるのかもしれません。さらにロシアへの制裁の悪影響への対応として石油増産の働きかけ、ガソリン価格の補助、太陽光発電などへの補助、光熱費が上がると困窮する人たちへの補助など追加の財政政策も期待できそうです。これらは実現するかどうか不確かなものもあり、今後政治家の発言などで市場が動揺するかもしれません。しかし時間が経つにつれて適切に対応され、今の金利や為替の水準が正当化されるだろうと見ています。以上、神山でした。